でも当初はさ、本当最初のまあ同期なんで、まあ夢語ってたの、本当年収1億円みたいなこと言ってたよね、うん、お笑いやりながら、うん、もう何十万の壁ってない？なんかあります、ね、大阪はだから30万の壁があって、あその次50万の壁があるって。でも東京は多分30万とか50万の壁超えることあるんですけど、超え、なんかこの壁がね、もうペラペラなんですよ、行ったり来たりがすごいんですよ。まあそうですね、一回超えたらもうずっと超えてるとかじゃないよね。普通にこう下がってくることも全然あるもんね。多分20〜30万の壁あったら東京は一気にそこから100万とか200万ぐらいの仕事量になってきますね。 EXIT とかが今そんな感じですね。多分もう10万以下だったのがもういきなり仕事あって、うん、じゃあ何ヶ月後かにパッて振り込まれるみたいな、ね。まあ、ピスタチオさんとかも、はい、ピスタチオさんとのギャラバットもあるんですけど、今いくら、今ピスタチオさんいくらぐらいだ。え、多分15だねで、ピスタチオで、はい、ピスタチオさんもリアルに白目向いてます。仕事なさすぎて白目向いてます今、はい、リアルに白目向いてます。リアルに白目向いてます。劇場ではもう白目向いてもウケないんで、はい、白目あんま向かない。逆にプライベートで白目向いてます今、はい、劇場で白目向いてウケへんの。ウケないです、はい、当然いや、で新ネタもウケないんで、はい、もう地獄です、はい、新ネタもウケない。ただ悪口言うてるよ、はい